皆さんこんにちは、土屋しおんです。はじめまして、よろしくお願いします。いやーちょっとすごい尖ってるところにいやーすごいなーって思いました。やっぱそのまあ必ずしもその台本読んだ時に、まあ、その稽古入って理解していくうちに面白かったりとかするけど、その台本読んだ時にあれって思うことってあるじゃないですか。そのやっぱり多分役者としても演出家としても何でもそうだと思うんですけど、それで稽古が進まないって、なんか僕ら役者は一回は絶対にその悪夢で見たことのあるこれ幕開くんかなみたいなことを舞台上でやるっていうのがめちゃくちゃ面白いな。その自分の職業の役ってなかなかやらないじゃないですか。けど今なんか演出家の役っていうことで、意外と現場には本物の演出家がいるので、いや多分いろいろ演出家ってこうだよなって思うこととかもあると思うので、ちょっと震えてますね。大丈夫かな。そうですね。なんかさっき写真のビジュアル撮影中にもちょっとお話ししてたんですけど、まあ感情の振れ幅が大きい人っていうことで。まあ、僕もそのなんていうんですか、20代前半ぐらいの時、その自分ではそう思ってなかったんですけど、多分俗に言うそのメンヘラって言われるタイプで、多分その嬉しいことはすごい嬉しいし、悲しいことはすごい悲しいけど、なんか多分役者さんとか演出家の方々ってすごい多いと思うし、で多分その誰もが持ってる感情だと思うので、なんかそういうところを自分とうまく整合性つけてやっていけたらなって思います。わからないことは自分の中のわかる感情に置き換えるですね。多分なんかそのなんとなくやっちゃうと、多分よくあるあるだと思うんですけど、なんかその絶対わかんないことってあるはずだと思っていて、台本読んで人殺したことのある役って言われても人殺したことねえしなって思うし、けどなんかその僕完全に憑依型なんでって思えるほど、なんだろう、そこまで達観してないというか、僕はそのじゃあ憑依型っていうんだったら、僕は盾とかやるしちゃんと刺されろよって思うんですけど、ちゃんと避ける理性あるじゃんって思うタイプなので、そうですね、分からないなと思った感情は自分の身近な、こうだったとしたらこれかもしれないし、僕の中のこの感情に一番近いものかもしれないっていうのを模索していって、自分の中で嘘を減らしていくことを一番大事にしています。あ、僕それこそ照明さんとかって釣ったりするのに免許が必要じゃないですか。なので劇団とか持ってたんですけど、その照明のセクションだけやったことがなくて、なんとなくそのフェーダー落としてとかぐらいはやったことあるんですけど、やったことないので、なんかちょっといつかこのなんですか、プログラミングとか勉強してムービングとかガシガシ動かしてみたいなと思います。あ、僕その去年本当にめちゃくちゃ自粛をしていまして、多分年間でコロナ禍になってから十何人しか人に去年トータルで会っていなくて、顔合わせて会っていなくて、なんかこの間そのまだ終わらんのかと、去年1年僕はあんなに自粛して、あんなにその仕事も1年間休んでたんですけど、あんなに自粛したのにまだ終わらんかって言って発狂しかけて、寂しくなりすぎて、そのなんですか、家にあるこの卵10個入りとかあるじゃないですか、卵にこうなんですか、ペンで顔を描いて、なんか全部卵、なんかこの空気やばいですもん、もう今ちょっとやばいですもん、このスタジオ内のこいつ何言ってんだ感がすごいですけど、これ多分ご乱心してんだなっていうのはちょっと話しながら感じてるんですけど、卵に顔を描いたで、なんか最近そのちゃんと僕自炊するんですけど、ご飯作るたびに何かその卵割ったりするじゃないですか。僕がそう愛情を込めてせっかく描いた顔たちを一つ一つ、ああ僕が産んだのに僕が殺してるんだなっていう感じが、多分このスタジオの空気感から察するにだいぶご乱心だったんではないでしょうか。これ大丈夫かな。この度はですね、まあ多分その
数ある演劇の中から、そして数ある宣伝動画の中から、この動画を選んで見ていただきまして、見ていただきまして誠にありがとうございます。そうですね、本当にコロナ禍で劇場に足を運ぶのが困難な中ですね、こうして劇場に行ってみようかな、舞台見てみようかななんて、この動画を見てくださって本当に感謝しております。そうですね、精一杯僕の中での娯楽の定義なんですけど、演劇は所詮娯楽だと思っていて、ご飯とか寝るとかなんか衣食住に関わらないので、興味なくても生きていけると思うんですけど、僕は人を人たらしめるのが娯楽だと思って演劇を頑張っておりますので、そうですね、皆さんの人生がですね少しでも豊かに楽しくなるように、頑張って劇場でやっておりますので、ぜひぜひ足をお運びください。旅は最後まで動画を見てくださりまして誠にありがとうございました。では劇場で待ってます。バイバイ。わー、はい、OK です。